皆さん、残念なお知らせがあります。このバモッチ FC も9月末をもって終了することが決定いたしました。バモッチ FC なんだ、これ。残り3回ほどですが、一生懸命9月末だから、はい、バモッチ FC の方を続けていきたいと思っております。忘れてたわ、バモッチ FC だってこと。10月からは何やんの新番組、新番組バモちゃんの来るもの拒まずそうなんだ、去るもの追わずという 2.5 次元の俳優声優を揃えたバラエティに変わります。そうなんだ。日本サッカー応援宣言と地域リーグのサッカーを盛り上げようとやってきたこの番組もお別れでございます。しかし、はいはい、はーいバモッチのコーナーはこれからも続けていきたいと思っております。どうぞ週明け11@gmail.com までもしくは YouTube のコメント欄までに、はい、バモッチと、ぜひ、送ってください。はい。そして、僕をスタジアムで見かけたら、元気よく、はい、バモッチと、バモッチ。言ってほしいなと、思います。日本人海外の、海外でサッカーやってる日本人選手ばかりを取り上げて、日本サッカー応援宣言なんて言って、大変申し訳なく思っております。これからは、サッカーとは関係ない番組を、来るもの拒まずでやっていきたいと思います。半年間、ありがとうございました。以上。ということで、来るもの拒まず、去るもの追わずでございますけれども、その口調は誰なんだよっていうのが、まずツッコミどころ1。あと、まず半年間もまだこの番組やってないっていうね。あと、バモッチって誰だっていう。バモッチは私のことですよ。そう、あと、その10月からは来るもの拒まずが、その 2.5 次元のバラエティ番組になるっていうのは、もう、非常に今日のこの冒頭2分半のなんか挨拶はツッコミどころがいっぱいあってね。多分分かりづらいんじゃないかなと思って、聞いてる人がね、ついていけるかどうかはちょっとね。あまりにもちょっとこう、狭いところの、そう。お笑いを今取りに来た。ちょ、最近これを聞き始めてる人もいると思って、ちょっと、自己紹介がてらね、嘘をついて。うん、嘘。まあ、2分半全部嘘だったけどね。自己紹介含めて2分半全部嘘っていう。こんなやつですよっていうこと。唯一1個正しいことは、来るもの拒まずっていう名前だけはあってたけど、それ以外は全部嘘だった。そうです。あと、で、今の話は、テレ朝さんの話ですよね。そうですね。やべっち FC ですよね。やべっち FC が、18年ですか？らしいよね。まあ、続いて終わりということで。とうとう終わる。まあ、前から噂が出てたっていう、ね。なんか、夏ぐらいからちょこちょこは出てましたけどね。まあ、あの番組もね、もともと生まれた、そのきっかけとしては日韓ワールドカップが、そうだったね。うんうん、始まりで。まあ、サッカー番組としては異例の長さ。そうだね。だってさ、ナインティナインの矢部さんもさ、もう50歳ぐらいだろ。そうですね。よく続いたよ、18年間。続きましたよ。2002年の頃の J リーグっつったら、J2 ができてまだ3年目だもんな。3年目で、多分まだ28チームしかなかったんじゃないですか？だろ？今 J リーグが。まだフロンターレも J2 だろ。フロンターレは J2 で、まだ中村健吾さんもいないですね。中央大学からちょうど入ってくるぐらいじゃない？この後。そうですね。矢部 GFC が2002年だから、その次の年なので。だって2002年っつったら、オリバー・カーンよ。オリバー・カーンで、だし、ロナウドだし。ロナウドよ。ベッカムヘアだし。ベッカムヘアだよ。思い出した。ベッカムヘア。今みんなおっさんになってんだろうな、その当時ベッカムヘアをまめた日本人。最近の写真見ました？ハゲちゃって。
あ、そうそうそうね。男性ホルモンが多そうだからね。そうだからさ、女いっぱい作っちゃうからね。もうなくなっちゃってさ。はい。もうベッカムまさに2002っつったらもうベッカムフィーバー、日本がね。そう、アルゼンチン対イングランドのあの札幌ドームの試合とかも強烈に覚えてる。強烈でしたね。うん、あの時コロナがあったら大変だったな。大変でしたよ。みたいな。各局がね、サッカー番組をやってた時でしたね。そうってな。モネールがフリューゲルスのユニフォーム着て、サンマさん、サンマさんとか言ってましたからね。あれ、フジテレビだろ。思い出したよ。だから、そういう時代背景に始まったヤベッチ FC がね、18年間続いたのはもちろんすごいし、うん、でもその間、まあいろんなことありましたけど、うん、ちょっとこう、様相が、変わったよな、J リーグや日本サッカーのこうコンテンツ力みたいなものがな。いやー変わりましたね。変わっちゃ、まあ簡単に言うと下がってる、うん、下がったから、まあ、2002年と6年のドイツ大会、うんうん、あの2大会をピークにしてそこからは緩やかに下降をたどったから、うん、それはサッカー番組の地上波は終わるね。終わりますね。早くあの高いあの放映権を撤廃しない限りは厳しい。まあそうだね、今は特にダゾーンがね、独占契約だからね、地上波での露出はもう3分以内ですみたいなね、縛りがあるから、ね、それに大していっぱいの人数が見るわけでもないのに、あんなに文句言われてたら、作ってる側も嫌になるだろう、まあ、日本サッカー応援政権と、まあ、現場サイドはね、あれってテレビ局の方針っていうのと制作会社っていうのはまた全然違うんですよ。その日本サッカー応援宣言と言いながら J2、J3 やってないじゃないかという一部の J サポのクソみたいなご意見。その声は編集したり、あれ制作会社が作ってるから、うん、テレビ朝日の社員が作ってるわけじゃないんですよ。そう、制作会社ですよ。でそういう現場で、ね、編集したり頑張ってなんとか毎週やろうっていう人たちにとっては、働く人々にとっては、クソみたいな意見だね。うん、その J2 がどうとか J3 がね、テロップが早すぎるとか ね、文句しか言わないみたいな、ね。あのね、皆さんがね、思ってる以上に、例えばシーズン前にやってるデジッチとかね、知ってます？各チーム、キャンプの裏を J1 チームだけでしたっけ？手ぶれしてもいいから自画撮りしてみたいな企画でしょ、うん、そう、ただ我々こんだけ言ってるけど多分見てないんだよね、お互いに、うん、俺が覚えてるのはあのジュビロ時代の俊介、大久保、よしと、あともう一人いたな、あの今新潟、うん、新潟川又とかが なんかの歌謡曲じゃないけどジャパニーズポップを歌いながら体操、ブルマーの体操服のか、あ、そう、七海監督だ、思い出した。あれで、なんか、衝撃のダンスを見せたのは、僕が記憶に残る、いや、久々にここまで振り切れる J リーガーたちを見たのは、ああ、なるほどね。岡野正幸以来だなっていうくらいの、あったんです。だって、あの俊介が、女子のブルマー履いて、あの、運動会みたいな格好をしてさ、うん、ジャパニーズポップを歌いながらさ、うん、やるんだよ。そうなんですか。で、それで、それを、多分合宿、キャンプの夜の食事会みたいな時の余興でやって、うん、七海監督がゲラゲラ笑ってんだけど、あれだ。まさに七海ひろしなんて方はですね、ニャンコスター。ニャンコスターの芸を大久保嘉人と俊介が、あと川又選手がやった時に、うんうん、監督の七海浩さんはゲラゲラ最初笑うだけなんだけど、うん、川又選手たちが来い来いと監督に向かって、うん、お前もやれよみたいな感じでやって、言ったらやったんだね、ついにやったっていうのは、うん、いや衝撃、あの七海浩がここまで砕けてるっていうか、ありましたねそんなんね。あれは俺デジッチだね。中でデジッチが行け。うん、行くね。うん。あれは、ね、殿堂入りしていいんじゃないかな、動画は。あった、あれ。あれ、YouTube 時代にやってたら、多分数百万回数行ってたから。YouTube に残ってんじゃないかな。残ってるのかな。うん。なんか、昨日見たら残ってたのよ、ヤベッチの公式チャンネルかなんかにね。うん、あれの後、あっけなくジビロ落ちるんですけどね。そう、それで降格するっていうね。そう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 。いいよね。いいよね。でもね、ライトな人からすれば、うん、てかあと、まあ、ちょっとしたオールドファンだな、うん、例えば七海浩志日本代表、まさに98年フランスワールドカップじゃないですか、そうっすよ、七海浩志といえばみたいなさ、うん、
あと、まあ、10秒岩田の黄金期といえば2000年、ですよね、2000年、2001年、あの頃でしょ、うん、そうですよ。で、そうするとオールドファンからするとさ、あ、七海さん、今監督頑張って10秒でこんなにお茶目な姿を見せてまでっていうさ。うん、で、あと、その、一時期ね、その矢部中心にも出てましたからね、七海さんが。そう、解説とかしてたじゃん。なんとかして番組を盛り上げようという、あれもいろいろ。ああいうさ、必死な、ある、あえて言うけど、必死に、なんとか J リーグをね、うん、注目させ、盛り上げようっていうことを、うん、あの、やべっち FC という番組の中の企画、うん、コンテンツで、中側の人もやろうとしてたよね。うん、してたし。だけど、やっぱ時代がですね、時代は逆行していくわけですよ。そうね、残念ながら何をやっても J リーグっていうのが世間一般に響いてないっていうところですかね。で、これは非常に、だからやべっち FC が9月末で終わるということは、2020年代のね、日本サッカーの行く末を占う、すごくこう、重要な出来事っていうか、うん、番組が終わって寂しいとかっていうその感情的な話ではなくて、うん、終わるっていうことは結局なぜ終わったのかだし、終わった後にどうなっていくのかっていうことを、やっぱ携わってきた人たちは、うん、考えにふけるだけじゃなく、じゃあ反省した方がいい。反省しないとね。反省して、盛り返すためにはどうすればいいかを真剣に考えなきゃいけない。うん、で、それ多分俺、この間先週、天皇杯のなんか YouTube の番組の取材申請断られました話だっけ、先週。はい、しましたね。あれの話とちょっと共通する話だけど、うん、あのね、お茶の水のお偉いさんはね、何にも考えてないから、うん、地上波からエベッチ FC がなくなったことがね、その後どんな影響になるかなんてことはね、考えてないから。まあ考えてないでしょうね。うん。そのうちまた、民放さんがやる気出してくれたらやってくれるんでしょみたいなさ、うん、そうすれば自分たちね、自分たち幹部たちが特に何かを努力しなくたって、うん、なんですか、民放の力やね、大メディアの力でね、うん、日本サッカーはまた景気良くなるんだと高をくくってるので、うん、なわけねえだろっていうツッコミは僕らは入れるけど、まあね、そのあの、まあ、1回戦のあれの話にね、たくさんコメントいただいてありがたかったんですけど、まあ、皆さん、本当期待していてくださいね。多分ね、いろんな地上波の番組が天皇杯、第100回天皇杯をね、やべっち FC も残り3回のうちに、どっかの1回で全ダイジェストをきっとやりますよ。全試合ね。全試合。J リーグのチームが全く出てない1回戦、2回戦を、そう。やっぱり、テレ朝やべっち FC の最終回あたりではね、日本サッカー応援宣言ですから、そうですよ。J リーグだけがサッカー、日本サッカーじゃありませんっていうコンセプトで全試合そうだよ。Today pick up みたいな。岩手 FC vs 大山みたいな。テレ朝から外注されている映像制作スタッフは全試合会場にきっと配置されてですね、うん、もうやーやーやーっつってあの撮影来る 5,6 人がワンチームになって、そうだよ、我々全何十会場に行くはずだよ。我々ビターチャンネルみたいな最悪携帯のねスマホでね監督のインタビューを撮ってるのは我々とは違う、高性能ね。もちろんだよ、高性能なね、最低カメラ使って、最低でも水曜どうでしょうレベルのカメラを持ってね、うん、まあねそうそう、あのちゃんとカメラのレンズの上にあのふわふわしたマイクがついてるカメラね。そうそうそう、僕ら違うから。そう、我々違うから。僕らはカメラの横についてるただのあのブツブツ穴が開いたところで音声撮ってるから、ね、最悪カメラがない場合はスマホで撮ってきてだからそう、まあ、スマホの方が画質はいいんですけど最近楽っていう、ね、ただあの強風突風が吹き荒れる試合会場多いんですよ、割と、ね、あの J リーグの会場じゃないと、うん、J リーグの会場は割とね、あの、室内で撮れたりするけどね。そう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 。岡山監督、コメントお願いしますって時にね、もうあの、海風が突風が吹いてますみたいな環境でやるから、そうそう、外でね。我々が使ってるカメラはですね、その風の音の音がバンバン入っちゃって、喋ってる人の声が全部消されるっていうことがね、過去いろいろあったから。ありますね。これまたね、風だけじゃないからね。次、コオロギっていうね。まあ、虫。虫ね。その、この自然豊かなロケーションで試合してるから。いっぱいあるわけ、いろいろ。セミの声とかね。ところがですよ、民放から委託されてる、外注されてる制作会社、ね、うん、そりゃ、高性能機材、マイク、うん、何でも持ってますよ。もうケーブル、音声のケーブルさばくだけの
あのアシスタントさんがいるぐらい。マイク持って後ろを持ってる人とかいらっしゃる。僕ら違うもん。僕ら違う。本当カメラ持って喋ってる。一人で。場合によっては一人でやってる。単独行動。誰も片付けてくれないから。そう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 、自分で全部準備して自分で片付けるって、ね。もうあの甘える環境が一切ない。それで寂しく帰るって、ね。そう。ね、真っ暗になってね、うん、でそれに比べたらさ、資金もあり頭数もあるところがだよ、うん、せめてね、天皇杯1回戦ぐらいは全部流してほしいね、うん、だそのためにあの YouTube っていうメディアはメディアではないって言ってた分断ってるだろうから、そうね、そう僕はすごい盛り上がると思ってますよ。そうだね、うん、それでそう日本サッカーを盛り上げる、多分この動画が流れてる時が多分天皇杯1回戦がそうだね、やってる日か翌日ぐらいだと思う。ぜひ皆さん報告してください。おはよう日本では何秒やりましたかね。我が家、我々がね、私が住んでる町のね、うん、NHK の夕方なんとかニュースで流れてました、うん、もしくは、ね、翌日の朝刊にちゃんと載ってましたっていうのを、うん、このコメント欄に、この動画のコメント欄に、とびっきり静岡って番組では50秒流れましたとかね、うん、どうぞ、そういうあのご報告をぜひぜひしていただきたいなって私は思ってますよ、はい、うん、しかしね、はい、あのまああのあれのあのそのテレビが、あテレビっていうか我々、はい、その第1回戦天皇杯ね、実際どうしようかっていうのがまだ決まってないです。あでもまあこれ僕は9月の16日の水曜日終わってるでしょ。そうですね、終わってます、ね、この動画聞いてる人今9月の16日終わってるでしょ。終わってて、でも我々その、どうしたのかなって思ってるでしょ。多分思ってると思いますよ。僕から発表します。お私も知らない。今喋ってる私も知らないことじゃないですか。私、夫の参謀長って言うんですけど、うん、私は9月16日はね、天皇杯1回戦に、うん、行ってきますよ。お客さんとして？お客さんじゃなくて行ってきますよ。西ヶ丘に行ってきますよ、西ヶ丘。西ヶ丘だと、武蔵野シティ VS? 東京武蔵野シティ対、栃木シティ。おぉ。これちょっとあの、日本代表のあの、煽りっぽい、あの、スタジアムアナウンス風に言ってください。天皇杯回戦。天皇杯回戦。9月16日水曜日、西ヶ丘サッカー場。東京武蔵野シティ FC VS 栃木シティ。みたいなやつ。そう。あの皆さん、ね、普段ね、バムちゃんもっとね、上手に真似できるんですけど、ね、今日ちょっと60点ぐらいなんで。そうだね。あの、ダイハツだっけ、なんだっけ、あの、車のスポンサー、代表の。キリンチャレンジカップ。そうそう。2020。車のメーカー、スポンサー。ああ、俺よくそれやってたね、昔ね。はい、あの、あれ最高に面白いから。それやってたね。続きまして。イスズだっけ。そう、続きまして、日本自動車代表の選手の紹介です。でしょ。まあいいや。背番号1、ゴールキーパー、パジェロ・ミツビシみたいなやつでしょ。じゃあ話がそれるから、戻そう、うん。天皇杯1回戦は僕は西ヶ丘にいますし、うん、何らかしらいろんなことやりますよ。お、まあ今これ聞いてる人はね。それじゃあそうすると、おなんか9月の22日かな。9月の22日だね、次、週明け11のね。放送の週明け11、皆さんお楽しみということで。まあ楽しみにしといてほしいね。おい、何やるんだい、あの、やべっち FC の下請け業者として。サンボッチョ FC が。サンボッチョ。サンボッチョ FC が。おっと。本当にテレ朝で流れるかなみたいなね、うん、まあ、あのそれはまあお楽しみですけど、僕はまあ行きますけど、はいはいはい、で、あ、まあ、シティ対シティみたいなね、そうね、無理くりね、うん、都会と田舎の、うん、なんかもうそう都会と田舎の、都会のシティ対田舎のシティ、田舎のシティね、うん、で、まあ、JBL の武蔵野もね、あのもちろんシーズン中だけど、うん、関東リーグ一部、あの栃木シティはね、うん、関東リーグ一部じゃない、うん、まさにシーズン中の佳境ですよ、うん、そうね、だってもうあとリーグ戦6試合終わったし、うん、あと3試合、あと3試合だ、このあと3試合っていう終盤戦、優勝争いをしてる最中にですね、中3日で天皇杯がポンポン入ってくるっていう、この過密日程がで、うん、まあ、測ったように、あのなんていうかな、過酷過酷ね、できれば選手休ませたい、
なんでかというとリーグ優勝を逃してはいけない、うん、なんでかというと そうしないと地域チャンピオンズリーグに行けないからっていうね、うん、ていうかボンズもボンズもそう、ボンズ市原もそう、先週栃木シティと試合やって、そうそうそう、今帰ってきてて、で1回戦都南群馬県に、また群馬に移動する、まあ、アウェイですよ、アウェイにね、うん、群馬に行かないといけないんだ、そうそうそう、だからそうやってものすごい重要なリーグ優勝争いをしてるね、うん、あのボンズとか栃木シティにとってはね、この天皇杯1回戦にどこまで力入れるんだろうっていうのはさ、うん、やっぱりチェックポイントなんですよ、チェックポイントですね、うん、でもお互いがもし勝ち進んだら確か、そしたら2回戦で当たる、2回戦でボンズ対栃木になるんですよね、うん、でそれが11月23日の水曜日でしょ、うん、確か2回戦がね、うん、でそのもしも水曜日の試合が入っちゃうと、うん、もうリーグ戦挟んで5連戦になっちゃうんですよ、うんうんうん、休みが中2日、うん、中2日で5試合やるって、うん、どんだけ大変か、大変だよね、だって特にボンズの選手働いてるからね、普段、うん、働いてるよで怪我人も結構出てんのよ、池さんよく YouTube でキッシュの仕込みしてるよそう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 いやだからそういう状況だっていうことがね、うん、まあ、他にももちろん天皇杯1回戦出るチームの中にはリーグ戦の合間に水曜日が連戦だっていうチームあるけど、うん、私が今言いたいのはこの関東リーグのボンズとシティっていうのは特に、今熾烈な優勝争いを繰り広げてるんでね、うん、まあ最初の1回戦がどうなるかなと、それは見ものですね。そしてそのあんまり僕は予感してますけど、まあ、このコンテンツ聞く頃にはもう試合結果出てると思うけど、うん、あんまり力入れないんじゃないかな、メンツ的にって、ね、なぜかというとですね、この間の土曜日、うん、9月12日の土曜日、うん、私関東リーグの一部、関東リーグ一部の優勝争い、うん、市原対栃木の直結対決、うん、取材してきた、うん、で翌日日曜日西ヶ丘、うん、西ヶ丘サッカー場で東京ユナイテッド対琉球大 FC っていうね、うん、大学生のチーム、うん、これも関東リーグ、うん、東京ユナイテッド今3位争いしてる、うんうんうん、土日使ってフルパワーで移動して取材して、うん、だからなんとなく顔がやつれてる、今日すげえ疲れてるっていう久々に、うん、去年までずっとこういうのや毎週いろいろあっちこっち言ってたけど、うん、このコロナでずっとこう自粛しろって言われてたから、うん、こんなに土日フルパワーで動いた の、うん、去年 の J ビレッジ以来だから、うん、なんか年取った、なんかね相当の相当の DVD 撮って帰ってきた後みたいな顔してるみたいな感じ、そうそうそうで、うん、中身も濃くて、うん、中身が濃い試合見るとさぐったり疲れるんですよ、ね、わかるわ、うん、中身の濃い試合2試合連続で見るのはきついね、うん、そうそう、あと移動も激しいっていうね、うん、そうね目が離せない状態をずっと続けるっていうきついよね、でその土曜日がボンズ対栃木の試合だったんですけど、うん、その夜はですね、その北関東に一泊っていう、ね、うん、風呂入って、うん、飯食って、うん、でちょっとこう、まあ、一人じゃなかったんですけど、うん、とある JFL のね、うん、やらかしたクラブ、やらかしたクラブがあるんですよ、ね、やらかしたクラブ、とある JFL のやらかしたクラブ、やらかしたクラブ、クラブってのがヒントかな、うん、やらかしたクラブとある JFL のやらかしたクラブの、ものすごい深い深い深い関係者がいてね、そうなんね、その人と土曜日の夜、その人立ち取って言ったらいいかな、うん、夜ね、まあ、飯を、風呂に入って飯を食いながらね、うん、こう日本サッカーについて語ったわけですよ、いろいろね、だからもう話の中身が濃くてだから疲れるっていうね、話の中身が濃いと疲れるでしょ、どうだろうな、やらかしたしかクラブかな、それで、ね、やらかしたクラブにしか言わないんだけどさ、うん、でそれでじっくり話してそのまま翌朝もう3、4時間しか寝ないまま、すぐ移動して東京にね、西ヶ丘に向けて移動だっつってね、うんうん、一緒に移動して、ああ一緒には移動してね。ああ、そこで解散して。やってきて。で、まあ、たくさんインタビュー。うん。たくさんインタビューして。あ、なるほど。そのインタビューで、まあ。そういうことやってきたんですよ。はい、だから、ボンズの岡山監督ともいっぱいお話ししたし、うん、栃木で言えば中村監督。うん、これ両方ともね、2014年の時はね、奈良クラブの監督と選手の関係だった。あ、そう。中村監督っていうのは、
今栃木市の監督やってる中村監督は2014年の時関西リーグ、うん、では奈良の監督、奈良の監督だった中村さんで、選手として岡山さんが、選手が奈良劇場総支配人、うん、岡山和成です、うん、選手としていて、あれそうするとでゴールキーパーシュナジュンだ、その時はシュナイダー淳之介が、うん、奈良クラブのゴールキーパー、うん、で2014年関西リーグを優秀な成績で収めて、そしてチャンピオンズリーグに出場して、チャンピオンズリーグで勝利し JFL に昇格するんですよ。あ、なるほど。ものすごいドラマチックな年だったんですよ、2014。その中を戦った同志たちの同窓会だったんですね。しかもその2014年のチャンピオンズリーグの決勝ラウンドの場所は、開催された場所は市原臨海だったんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、で6年経って、うん、また再び今言った中村監督、今度は岡山は岡山監督になり、シュナイダー淳之介さんは栃木市のゴールキーパーコーチとして相まみえたリーグ戦の直接対決、戦ったわけか。で試合終わった後、もう旧友ね、かつての盟友たちだから、うん、試合後の談笑がさ、うん、まあ盛り上がるよね、うん、もう次戦う時はチャンピオンズリーグの決勝ラウンドでだなみたいな話になって、うん、もうリーグ戦では戦わないし、うん、そうね、うん、熱いね。もしかしてその模様、そういうものを全部私はカメラに収める。おやおやおや、ケーブルをさばくアシンスタットはゼロたった一人で、たった一人で何時間も、孤独だね、うん、もう何時間も追いかけてですね、しかもそれを2日連チャンやって、うんうん、だから俺は今日今すげえ疲れてるって。ちなみにその一生懸命頑張って撮ってきた映像っていうのはどこで解禁されるんですか？これがですね、私がやっている番組は今レギュラーが私ないので、あれ週明けプラスではやらないんですか？週明けプラスではやりませんか？まあ、やらないんですか？関東リーグはお好きですかって番組があるんですよ、このビターチャンネルね。ありますね、あの1万再生を超えた大人気番組。あ、最近ね、そう、池田光太選手のインタビューの高評価50万再生されてて、ちょっと軽く引いたわみたいな、ね、軽く引きましたよね、うん、普段の関東リーグがお好きですかは300いけばいい方だろうと思ってた、ね、普段のあいつの話聞いたらなんでそんな再生回数も面白くないね。そうでしょ。だってひっそりこっそり始まってさ、そうもう5回ぐらいね、関東リーグの第5節まで終わったのは放送してくる、ね、で今度この来るもの困らずの後に多分第6節、今季6節のね、うん、第6回目のお好きですか、僕のやつの後に多分出る、出るんですよね。そこで私大人参謀長が、あ、もう魂込めて取材した2試合をですね、その濃密な映像が、濃密な映像を全部あのヘズマレオさんにあげました。おや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 、まさに迷惑系 YouTuber ですね。これで1万再生いかなかったらがっかりだなみたいな、ね。そうね、もうぜひ皆さん、池田さん、あ、池田光太選手も当然試合出てますからね。もちろん、ね、モンズ対して、ね、池田さんきっかけで僕見ていただいてるのもね、全然ありがたくて、うん、それでね、いろんなものを知ってほしいな。うまいんだよみんなっていうところからでもいいから。あのね、あのちょっと予告的に喋るけどね、うん、あのシティのセンターバックって大島選手って言って、うん、直前まで多分長野パルセーロ、うん、とにかく J リーガーですよ簡単に、うん、でもガタイは見てほしい、ダイジェストで。あ、なるほど。そのセンターバックはね、まずかなり優秀ですよ、関東リーグの中でもトップレベルのディフェンダーですよ、うんうん、そして背番号9番ボンズ市原池田光太選手、うん、エースですよ、うん、ガッチガチにぶつかるわけ試合中、うんうんうん、これをね、カントリーガー好きですかのダイジェスト映像でぜひ見てほしい。そうね、すごいから。あのね、池田選手の試合してる映像をね、あの池田選手 の YouTube を見て入った人もね、ぜひ見てほしいな、うん、そのコーヒーをね、黙々と飲んでるだけじゃないんで池田選手は。そうだよっていうね、自宅で料理してるだけの人じゃないんだよっていう、本当にこの本当にプロのディフェンダー相手にこう、うん、もう必死になって、そう、でそれはあのもうヘズマレオさんの編集にかかってるけどね、うん、俺は撮ったっていう、俺は撮ったよっていう、あ、そうですね、編集するのは僕じゃないから、うん、はい、あとはあいつ持ってんな、すげえな、あの番組の中では、はい、はい、はい、しか言ってないよね。まあでもだから、ね、そういう土日久々にフルパワー使っていろいろやってきて、ちょっとぐったり気味で。でもこの後インタビューするんだよね。そうね、まあまだ続くけど、今週、来週忙しいからね。
天皇杯とかずっと続くから、ね、また2回戦に向けてもいろいろ考えないといけないから ね、 なのでまあ今夜の今夜というかこの黒物小坊主はもう30分お話してるんで、そうですね、そろそろこの辺で終わりましょうか。はい、なんか言い足りないことは、はい、関東リーグお好きですかの話が出たのでそちらの告知だけ一応しときたいな、改めてしときたいなと思うんですけども、はい、次回の関東リーグお好きはですお好きですかはですね3試合のダイジェストが流れる、うんうんうん、それとインタビュー映像などが盛りだくさんで流れるということなので、うんうん、で最終戦に向けてかなり佳境に入ってきて、これから全試合どっかの試合取材に行くということなので、うん、そちらの方試合の映像がたっぷりになるということなので、そうだね、はい、お楽しみにというところで、そこは本当にお楽しみにということで、本人が言ってたんで言いますけど、デザインのセンスもクソもね、スライドばっかりではないということなので、そうだね。皆さんお楽しみにということで。あ、ちょっとあと、大事なこと言わせました。はい、一応これは、地域リーグとかを見てるサッカーファン、人向けの情報ですけど、はい、関東リーグの場合は、ボンズが今首位で、2位が栃木シティなんですね。はい、で、2チームとも100年構想クラブなんですよ。はい、知ってます、バムさん、100年構想クラブっていう名前。はい、知ってますよ、うん。朝日新聞が作ったやつですよね、100年構想ってね。そうだっけ、そう、日韓ワールドカップ。フレーズね。そうそうそう、うん。あのフレーズ考えたのは電通なんだけど、ね、まあ、それはまあ置いといて、うん、要はライセンス制度みたいな、うん、J3 に行きたいクラブが、100年構想クラブっていうのをこう J リーグからライセンスもらうみたいな制度がね、うん、あって、そのライセンスを持ってる2クラブなんですよ、千原と。うん、栃木が、うん、で11月にチャンピオンズリーグがあるじゃないですか、はい、でそこに出場できるのはリーグ優勝チームのみなんですよ、はいはいはい、だから2位だといけないっていうのがルールになるんだけど、はい、100年構想クラブは2位になった場合は100年構想クラブとしてチャンピオンズリーグに出れるという、おお、っていうことは今ボンズも栃木シティも両方持ってる、両方持ってるんだ、で今勝ち点差に開いた状態で1位2位をずっとこう多分最終節までずっと持ち込みますね。どちらが優勝してもですけど、どちらが2位になっても、うん、もう2チームともチャンピオンズリーグには出れるだろうと。でもこれ1位と2位で何が違うの ?1 位になると、栃木ラウンド、1次ラウンドが。1位は栃木でできるんだ。で、あとは淡路島かな。淡路島ってある神戸の方の、うん、あそこで1次ラウンドやって、あと九州の方でも1次ラウンドやるから、うん、3会場でやるから、うん、一番近い距離で1位はできる、遠くに行かなくていいっていう。え、2位は淡路島か九州、2位は多分淡路島か九州のラウンドに回されちゃうから、アドバンテージはもう当然1位の方があるっていう、うんうんうん、ただ地域決勝には出れる。あ、なるほどね。それが今年の2020年のチャンピオンズリーグの、うん、レギュレーションなんだけど出場枠の、うんうん、だからそうすると、輪番制、またこの輪番制って話はめんどくさい、ね、こういう話多分関東リーグはお好きですかで言ってくれるから、うん、僕は先にざっくり言うと輪番制ってね、関東リーグの2位と関西リーグの2位と九州リーグの2位が3チーム輪番制回ってくるんだけど、うんうん、100年構想クラブで、まあ今だったら栃木シティ2位だから、うん、100年構想クラブでチャンピオンズリーグ出ると、うん、その場合はですね、関東リーグの3位のチームがね、輪番制でチャンピオンズリーグに出れちゃうっていう。いや、それは何、浦安ってこと？今だと。今だとどこ？浦安で。浦安ですって、うん。で、勝ち点差1ぐらいで団子状態で3位争いしてるんだけど、そこに東京ユナイテッドもいるの。うん。だから東京ユナイテッドとか浦安は3位にさえなれば、チャンピオンズリーグ行けちゃうよ。そうなんだ。ああ、なるほどね。熾烈だよって。この輪番制の話が出ると、大体初心者のファンを引き離すんだよね。いや、いいの。だから、これはもう地域リーグとか裏見てる人向けだけに最後に言いたかったことだからね。ライト層の人が分かんなくていいです。興味がある人は全部関東リーグお好きですか見てくれれば。関東リーグお好きですかで、ビシッと、レオさんがですね、ビシッとちゃんと分かりやすく、初心者にも分かりやすく多分やってくれる。なおかつ、面白おかしくね。いや、もう本当見たくてしょうがないっていうね。そうそう、まあ、やべっち FC なんか、本当泣くたっても困んないな。やべっち FC なんて終わってよかったよってみんな思わせるぐらいの、ね。ぐらいの、関東リーグの、うん、特に輪番制だ
ね、100年こそクラブ枠だみたいな話は ね、分かりやすくやってくれますよ。ヘズマレオチユナイテッド。ということで、すみません、僕は言い忘れたこと、以上終わりです、はい。ということで、終わりましょうか。終わりましょう、はい。皆さん、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、バモッチ送ってくださいね。さよなら。